はい、こんにちは、桂真一です。今日は我が愛車でもあるボルボ XC40 なんですが、これのリチャージバッテリー EV の新しいモデル、これ実は昨年22年の3月に、FF のシングルモーターが出たんですけども、今回はですねこの FF シングルモーターをリアに持ってったんですね。なので、FF 前輪駆動ではなくてリア駆動のボルボ、リア駆動のボルボっていうのはね、何十年前でしょうね。まあともかく FR のボルボっていうのはもう操縦性も良くて、ラリーでも大活躍しましたし、まあ、そういう駆動系のボルボがまた、蘇ったっていうことで、すごく期待してます。では行ってみたいと思います。さあ、XC40 リチャージのリアモーター初試乗です。もうねこのアクセルに対するこの反応ですね、なんていうんですかね、モーターであることを主張するメーカー多いんですけど、それは何かというとアクセルちょっとしか踏んでないのにそのモーターの勢いでこうドンと飛び出す、これがね実は一番危ないんですよね。だそこはやっぱり安全を重視するボルボはアクセルペダル触ると本当に歩くよりもゆっくり走れますね。こういうね低速のコントロール性っていうのがすごく大事ですね。モーターは特に反応がいいもんですから、いつでもどこでもサイドアイトルク出ちゃいますから、ここがね本当に後ろからモーター音というかインバーター音というか、もうそのヒューンという音が後ろから来ます。当たり前ですけど、でも後ろから来ます。 FF じゃないよってことですね。これね今自動ブレーキがこの路中してる車のを発見して自動ブレーキ入りましたね。もう車線としては外れてるんですけど、やっぱり危ないよと思ったのか、数値的な話をすると、今回は、以前のが500キロちょっとの航続距離だったのに対して今回570キロ走れるようになりましたね。まあっていうことで言うと、400キロは安心かなっていう感じですね。まあ400キロ走ってくれれば充電するそのタイミングですとか、場所行ってもないとか壊れてるとかチャージャーがね、そういう時でもちょっと安心かなっていう、まあ、余裕を持って充電はしてほしいですけども、あとねこれついにワンペダルモードができました。でそれはアクセルを戻すと自動的にブレーキがかかるで止まるっていうモードと、あとはギアのマークからドライビングってやると下の方にですねワンペダルドライブっていうモードが出てくるんですけども、ここでオートオンオフっていうのがありますね。で今オートにすると、ACC の機能みたいにその前車がいるとそれとの車間を保つ機能が働くので、コースティングしながらでも前車がいる場合は前車との距離を保つために自動ブレーキかけてくれます。ただしいない場合はもうコースティングだけするので、例えば信号が赤の場合は自分でブレーキを踏まないとアクセルを戻しただけではもうコースティングでさーって流れていくので、そこはもう要注意ですね。なのでこれはオンにしておくと、これはもうアクセルを戻すと自動的にこう止まりますね。
0100キロ7秒台はやっぱりこうふーっときますね、頭が加速 G で。まあ静か滑らかなのは当たり前なんですけど、あのボルボ側が言ってたのはやっぱりトルクステア FF だとね、トルクステアでそのステアリングが乱れるとか、あの、まあ、例えば旋回加速でねアクセル強く踏んだ時にそのモーターのトルクで前輪があの片側がホイールスピンしたりっていう、そういうことがないっていうのがまあリア駆動にしたメリットなんですけど、やっぱりね駆動輪と、まあ、後輪ですね、駆動の後輪とそれから操舵する前輪が別々っていうのはの車のねこう動きもあとその。まあ、やっぱタイヤ的に仕事する量が減るので FF の場合は駆動しながらハンドル切りながら、まあブレーキはもちろんそれは前後あの FF だろうが FR だろうが一緒ですけども、そのねあの駆動しながらハンドル切るっていうことが減るだけでやっぱりタイヤ的にはすごくあの楽になってますよね。でその辺のその仕事が分かれてるっていうその動きがやっぱりこう操縦、いい意味の操縦性の良さに、素直な操縦性の良さにつながってる気がします。だいたい前後の重量配分45対55ですから、まあスポーツカーですよね。いやこれはねなんかまあ XC40C42 できましたけども、別の展開のスポーツモデルが期待できちゃいますね。このフーっていう音は後ろから聞こえてますから、はい完全停止、うん、この辺のね制御もうまいな。人間がやる、人間のうまいドライバーが操作する操作の仕方してくれてますね。でこれ今ワンペダル状態だとアクセルを戻せば自動ブレーキかかりますけども、やっぱりねうまいのはこのオートですね。オートだと前に車がいるのをしっかり捉えて、だけども前との間隔空いてて いない場合はこのようにこうですね、これ分かります、今コースティングしてますから、あのこのね、コースティングモードは僕は結構 EV に限らず使うんですね。のガソリン車でもハイブリッド車でもそのコースティングモードを使うってことはエネルギー全然使わずに車が転がっていくので、これはね本当になんか省エネ感があってあの気持ちいいのと、それを使いこなせる、こなす感覚がまあ楽しいって言ってあれですけど、まあ、あの漫然とドライビングしてるんではなくて、やっぱりそういうことを考えながらドライビングしていると、まあ、神経もそこに集中しますし、やっぱりドライビングは考えながらっていうのもすごく重要なことだと思いますね。いやいいな、前車に近づいていっているので自動ブレーキで、あ完全ゼロまで止まります。車間はね1台、車1台分空いてるかな。バッテリー EV だけにするっていうボルボの、そのモデルがこうまあ、まあこれはイヤーモデルですけども、2024年のイヤーモデルですけども、 そうなるごとにもう確実にの制御ですとか、まあ、走りも進化してますよね。なのであとはベブの場合はインフラがどうか、もうインフラだけですね、あとはね。
もうそれだけです。バッテリーが伸びるかどうかは、まあ、そういう意味でこういう完成度の高い EV 車があるボルボ、やっぱりいいですね。はい、ということでボルボ XC40 リチャージのリアホイールドライブ仕様でした。さあ XC40 リチャージのリア駆動、リアホイールドライブ乗ってきました。まあ EV 車なのでフロントかリアかっていうその駆動方式は あまり日常は関係ないんですけども、高速道路とか峠道行った時に、まあ、その差出るかなとは思うんですけども、いずれにしてもやっぱりそのリチャージのその EV の良さっていうのが随所に感じられます。まあ、それはインプレでも言ってますけども、やっぱりそのモーターの踏んだ時の突きの良さですとか、あとはやっぱりレスポンスですね、途中からの加速のレスポンスの良さ、まあ、そういうところがドライバビリティにすごくいいんですけども、まあ問題というか自分がもし買うんだとしたらやっぱりもうちょっとインフラですね、充電のインフラがしっかりしてくれないとやっぱり行った先々で困るかなっていうところはちょっとあります。なのでもっとそのメーカー各社もですけども、やっぱり充電量のもっと容量アップしたチャージャーですね、そういうものでもっとドンと入れられるようなバッテリー EV の世界になってほしいと思いますね。はい、車としてはもうとってもいいです。インフラさえ整ったら乗り換えたいぐらい。